交流回路、交流の3回目で最終回です。今回は回路問題、代表的な回路問題をいくつか解いていきましょう。この回路は RLC 直列回路と言います。どんな振る舞いするか分かりますか？電源の電圧が左側プラス右側マイナスの最大になったとしても、抵抗コイル、コンデンサー、それぞれの部品に電圧が思いっきりかかっているとは限らないんですね。っていうのは電圧と電流の位相が異なるからなんです。コイル、コンデンサーは電圧と電流の最大値が来る時期がずれるわけね。だからこの問題はね、まずね、直列回路なので一番基本に立ち返りましょう。電源電圧から電源から1アンペア流れてる瞬間ね、この抵抗にも1アンペア流れてるんです。コイルにも1アンペア流れてるんです。コンデンサーにも1アンペア流れてるんです。電源に1アンペア返ってくるんです。いいかな？どこでも電流は共通。右向きに2アンペア電源から出ていってる時は、コイルもコンデンサーも、コンデンサーもコイルも抵抗も全部左向きに2アンペア流れてるんです。その時刻にはね。直列回路は電流が共通点でも電圧は最大最大最大とは限らない。もうつまり言うと最大ゼロゼロなんですよね、電圧かかるのはね。っていうのは位相差が生じるからなんです。その解き方を今から書いていきます。はい、ベクトル図というのを書きます。まずね、この X 軸がこの回路に共通なこと、電流が共通なんです。これを共通のものとして、抵抗にはどんな電圧がかかっているか、コイルにはどんな電圧がかかっているか、コンデンサーにはどんな電圧がかかっているかを書いていきます。まず、抵抗にかかる電圧を書きます。抵抗の電圧は抵抗を流れる電流と位相が同じなので、この X 軸上に抵抗の電圧を書きます。電圧は今ここに I アンペア流れているとすると、抵抗の電圧は IR ボルトですよね。それを書きますね。ね、抵抗の電圧は電流と位相が等しいので同じ向きに IR ボルトを書きます。続いてコイルの電圧、さあ思い出してください。コイルの電圧はトイレ行こうよ、カラオケ行こうよっていうのが電圧ですよね。みんなからの圧力ね、一緒に行こうよっていう圧力はコイルに流れる電流、コイルが実際にトイレに行く、カラオケに行くっていう電流よりも先な2分の π 進んでるわけね。だからこれを基準に2分の π 90度進むプラス90度方向に、ここにコイルの電圧を書きます、ね、コイルの電圧は、電圧イコールリアクタンス×アンペア IR ね、 IR だけども、こいつのコイルのリアクタンス、コイルに対する抵抗は L オメガ IR ですよね、これが、抵抗ね、リアクタンスね、コイルに対する抵抗ねが90度進んでるわけ、OK？ 電圧の方が基準の電流よりも、トイレ行こうっていうみんなの圧の方が、トイレに行くという実際の行為よりも90度進んでプラス90度方向に書きます。さあもう一つ、コンデンサーの電圧、コンデンサーの電圧はというと、コンデンサーは空っぽのコンデンサーに電流がドバーッと流れていく、だん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 電流が流れなくなった時にボコンベコンが生じて最大電圧が生じる。電流が先流れて電圧が後で生じる。だから電流の基準よりも2分の π 遅れるマイナス方向に書きます。で、電圧はリアクタンス×電流ですから I×Cω/1 という電圧になりますね。でこの水色と黄色と赤のここにかかっている電圧を単純にスカラー的に足すんではなくて、遅れ進んでる遅れてるがあるんで、これを合成、ベクトル合成する。
ね、それが電源電圧なんですよ。それいきましょう。まず黄色と赤がプラスマイナス差し引きできるので、この分ね、これどっちが長いかわからないけども、もう絶対値でね、この分を引いとくと、これね、コイルにかかる電圧とコンデンサにかかる電圧差し引きできますからね、逆方向なので、この白い電圧になります。この電圧はこの場合は IL オメガマイナス I かける C オメガ分の1、まあ、絶対値ですよね。どっちが大きいかわからないからね。と水色の合成、ベクトル合成っていうことは、これ90度ですから正方、長方形のここ、これが合成したもの、これが V0 サインオメガ T になるわけ、電源電圧になるわけ、抵抗の電圧とコイルの電圧とコンデンサの電圧を全てベクトル合成したものが電源電圧に等しいわけ。常にね、1秒後も2秒後も3秒後もこの合計が電源電圧に等しいんです、OK？ つまり V0 サインオメガ T イコール、どうだ、IR 引くこれ、この白ね、 IR の2乗足すこれの2乗がこれになるっていう三平方の定理が成立します。いいかな。 V0 サインオメガ T、これいけるでしょうか、ね、電源の電圧の2乗は、斜辺の2乗は、白い部分の2乗は、水色の部分、抵抗の電圧の2乗と同じ白になりましたが、黄色と赤の、黄色と赤の合成された部分の2乗に等しいから、2乗を外すとルートになりますね。I 字乗出せますよね。ね、こんな式になります。間違った。あ、I が消えましたね。気がついた。電源電圧は、電圧は電流かける、これが合成抵抗になるわけね。ここがね、この3つの抵抗と、コイルとコンデンサー3つ直列したものの合成抵抗がここに現れてくるわけ。V イコール IR ですから、ここが合成抵抗になる。ね、これをインピーダンスと言います。合成抵抗をインピーダンスと言います。ね、交流に対する3つの部品、3種類の3大部品ですよね。抵抗、コイル、コンデンサーのインダクタンスを合成したものがインピーダンスっていう。ね、っていう解き方をするのがこの RLC 直列回路の解き方です。これ一つ目、ベクトル図を書きましょう。次いきます。はい、今のまとめるとね、ここインピーダンスを Z にしました。インピーダンスの記号を Z にしました。そしたら電源電圧イコール流れてる電流かけるインピーダンス、このインピーダンスはこんな式ですよ。このインピーダンスね、抵抗、これね何か変えると一番小さい値って出ますよね。インピーダンスの最小値が出ますよね。インピーダンスが最小値を取る時というのはどういう時ですか。合成抵抗がこのルートの値が一番小さい値を取るっていうことは、ここがなくなる、この部分ね、ここがなくなるとこの抵抗だけになるんですよ。ルートの R 事情、ここは0になると、ね、ここがマイナス引いてどっちかが大きければ何らかの2乗が足されますよね。そのルートですから
R よりも大きくなっちゃうわけで、この括弧の中が0になれば最小抵抗値になるわけ。その時にこの回路にはとっても大きな電流が流れる。これはね、とっても大きな電流が流れるの。いいかな？最大電流が流れるんですよ。この現象をこれね、これが最大になることを共振という。共振っていうんですよ。ね、この回路にすごい大きな電流が流れることを共振と呼ぶんです、ね、どっかで聞いた言葉ですけどね。それはどういう時に現れるかっていうと、 L を変えるんじゃなくて、ね、C を変えるんじゃなくて、 R を変えるんじゃなくて、電源の何かをいじるんです。この部品は変えずに電源の何かを変えるとすごい電流が流れるの、ね。選曲ってのありますよね。テレビチャンネルの選曲、ラジオや FM 放送の選曲っていうですね。これはうまくこの回路の抵抗値が一番小さくなった時に大電流が流れて、そのチャンネルが受信できるっていうことなんです。そういう仕組みなんですよ。電流がいっぱい流れたら、その放送局の音がよく聞こえるっていうふうになるわけね。そのためには何を変えるかっていうと、このオメガが変わればいい。オメガ、電源の各周波数を変えたら、つまり周波数です。 50Hz、60Hz、ラジオ番組で言うと1000何とかヘルツとかね、キロヘルツとかね、そのオメガ、つまり F を変えたら大電流が流れるんですよ、ね。部品を変えるんじゃなくて、オメガを変えたら、大電流が流れる。大電流流れることを共振って言います。そのためにはインピーダンスを一番小さくする、合成抵抗を一番小さくする。そのためにはここがゼロになったらいいわけ。つまり L オメガと C オメガ分の1が等しくなれば引き算してゼロになりますよね。でインピーダンスは R になりますよね。これだけになっちゃうわけ。これとこれは抵抗があるんだけども、差し引きこっちとこっちなんでゼロにできるわけ。ということはこれオメガこっち持ってきてここでしょ、ね、でオメガっていうのは 2πf でしたよね、ね。っていうことは F イコールこっちルートして 2π で割ってこうなるわけ、ね。周波数が 2π ルート LC 分の1になったらインピーダンスが最小になって、ここを流れる電流が最大値、つまり共振という現象が起こるわけかな。これ結論ね。この回路に一番大きな電流にするためには V0 を変えるんじゃないの。何ボルトっていう最大電圧を変えるんじゃなくて、各周波数を変える、振動数を変える、周波数を変える、こんな周波数にしてやると同じ最大電圧で同じ部品だってもすごい電流が流れるっていう共振現象が起こるわけです。これね、書き換えておくと、周期で表すと周期と周波数は逆数ですから、周期にしておくとこんな式、分母分子逆になるから 2π ルート LC という周期のぐるん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 が起こるわけね。そういうこともわかります。これなんか似てますよね。ターン振り子だったら 2π ルート G 分の L、 バネ振り子だったら 2π ルート、K 分の M ですよね。ちょっと分数になってないけども、もうほんとよく似た形ですよね。 2π が出てるしルートがあるしね。なんか電気の時の共振の振動数周期も、単振動単振り子の周期も形は一緒。 2π ルートみかんりんご、これ、大阪南部限定ですけども、リック・ハビキのほとんどの人わからないですね。大阪の南部のごく一部の人はリック・ハビキのっていう建物を知ってるんですよ。そこに LC って書いてあるんでね、多分思いつくと思うんですが、こういう周波数になった時が
こういう周期になった時が共振現象ということです。最後いきます。はい、こんな回路です。電池、懐かしいですね、直流電池ね、直流電源に変えます。上プラス下マイナスね、変動しません。まずはスイッチ S1 をオンにします。そうすると、プラス側マイナスが引っ張られていって、こちらへ送り込まれて、ここにマイナスが過剰になる、こっちはマイナスが足らなくなる、どん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 電子が奪われて、このようにたまりますよね。プラス9クーロン、マイナス9クーロン、たまりますよね、オンにしたらね。で、オフにします。ですか？で、次に S2 をオンにする。そうすると、このコンデンサーとコイルの組み合わせってとっても面白いんですね。コンデンサーはこれ、最終的には電流が流れないから、ここの電位差がなくなるから、ここは V ボルトになるのね。V ボルトのボコンベコンがコイルにつながるわけ。オンにするとここに V ボルトがかかるの。V ボルトがかかるの。つまりコイルさんにカラオケ行こうになるわけですよ。やめてんなる。だから流れない。でもじわじわ流し出して、ここに電流が流れていくと、だん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 この溜まっていたプラスマイナスがなくなっちゃうのね。なくなったら電流流れないでしょ、ね、せっかく電流流れてる状態が、普通の状態になったんだけども、もう電流来ないんですよ。っていうことは、自らで今度は電流を流し続けようとするわけ。電流、下向きの電流が減ってきたら減るという変化を打ち消そうとするわけ。減らんといて、初めは流さんといてなんだけども、一旦流すと今度は減らさんといてになる電流ね。だからゼロになったけども電流がこっちへ流れ続けると逆にたまるわけね。プラスマイナスが上下の極板で逆向きにたまるわけ。そうするとまた満タンになっちゃうわけ。だん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 これ流す方向も流してる電流もなくなっていくのを許容するわけね。なくなりました。ほんだら今度はこのコンデンサーがプラス側からマイナス向きに、こちら向きに流そうとするわけ。で、初めはやめてと。今一旦流れなくなったんだからやめてって言うんだけども、やがて上向きの電流を許容する。そうすると溜まってた電荷がなくなってしまう。なくなったら電流がなくなってくるからなくさんといて、でまた今度はこいつがこっち向きの誘導起電力を発生して上に溜まるね。っていう現象が永遠と繰り返されるわけ。永遠と繰り返されるわけ、ね、一旦この電池によって、コンデンサー満タンにしてあげて、コンデンサーとコイルをつないであげると、こういう、これコロン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 という電流が、まあ、抵抗がなければ未来永劫続くの。コロン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 、この現象を電気振動って言う。実際的には電線には抵抗若干あるから、やがてこの電流は消えるんですけども、もし抵抗がないっていう極限状態を再現すれば、永遠に電流がくるん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 流れ続けるんですよ、ね、っていうのが電気振動です。さあ、どんな周期で電気振動が起こるか。1往復、2往復、3往復、4往復、どんな1往復に時間がかかる電気振動が起こるのかっていうのと、抵抗がなければね、エネルギーが保存されますから、エネルギー保存則の使い方をちょっと説明します。ちょっとたくさん絵描きますね。はい、ちょっと電気振動の様子をコマ送りで時計回りに回していきます。初めの状態はここが満タンだったね。で、電流は流れていない。コイルには電流は流れていないんですよ。この電位差がボコンベコンがコイルにもかかるんだけども、トイレ行こうって言うんだけども、全く動かないわけね。勉強し続けます。電流は発生しない。でも、やがて電流を許容するようになって、少し電流が流れます。そしたら、少し電気量が減ります。
ゼロになった時、ね、電気量ゼロ空っぽになった時にドバーッと最大電流が流れている、ね、だからゼロになって流れて終わるんじゃなくて、この最大電流があるので逆向きに溜まり始めるわけね。中で電流は少し減ってきて、ここで全部流れ終わってここが満タンになるわけ。ね、だからこれが V0 最大電圧になるわけ。ここ最大電圧、電流ゼロ。中途半端電圧、中途半端電流。電圧ゼロ、電流最大。電流中途半端、電圧中途半端。電流ゼロになって最大電圧。逆の溜まり方をするわけ。じゃあこれがまたこっちからこっちへ電流を流そうとバーンとかかってるんだけども拒否しますよね。やがて少しずつ電流を流して、ここで最大電流になりますよ。ちょっと流れたら電荷が減ってきて、これゼロになって、その時に電流最大。こっちは V がゼロになってる。最大電流流れてる。で、そのまんま行っちゃうんで、上に溜まり始める。だんだん減ってくる。満タンになったらゼロになる。というのを繰り返していくわけ。何回も何回も。未来永劫を繰り返すわけ。ね。この周期。この周期は、要するに、この電圧とこれ、ね、エネルギー保存則をちゃんと言うと、ここの時のエネルギー、コンデンサーがいっぱいエネルギーを蓄えてる時、コイルはエネルギーゼロです。ここコンデンサーがエネルギーなくなった時、コンデンサー思いっきり電流流れてるからエネルギー満タンです。この状況が途中エネルギーロスがなければ抵抗がなければエネルギー等しいんですよ。その式を書くと、こっちはエネルギーは、これ、コンデンサーの性能 C ね、2分の 1CV0 次乗という静電エネルギーが溜まっています。コイルの磁気エネルギーは0です。電流0なので0です。でこいつのエネルギーはコンデンサー溜まっていないので0です。でコイルのエネルギーは2分の 1LI0 の次乗。これが等しいわけね。途中エネルギーロスがないからね。こんなエネルギー保存則が使えますが一つで、こいつのインダクタンスとこいつのレジスタンスとこいつのレジスタンスが等しい。ちょうど先ほどのベクトル図でコンデンサとコイルは反対向きでしたよね、電圧の矢印がね。つまり、レジスタンスが逆向きなのね。で合計してゼロになってるから、こっちのレジスタンスは C オメガ分の1で、こちらの抵抗は L オメガですから、先ほどと同じ式になります。オメガ次乗イコール、LC 分の1で、オメガはルート LC 分の1ね、T にすると T イコールにすると T イコール 2π ルート LC という答えになるので、くるんくるん、はい、くるんくるん、これがくるんくるんね、くるんくるんね、一周回る周期は 2π ルートリックハビキノになるの。 OK、エネルギー保存則はこれを使いましょう。要するに2分の 1CV0 次乗イコール2分の 1LI0 次乗というエネルギー保存則で、最大電圧と最大電流の関係式が出ます。それからここからここまで行く一周期の間、くるんくるんと電流が流れる間の時間は 2π ルート LC になります。